はい、どうも中村です。本日はですね、大阪の南部にあります南海本線岸和田駅に今到着いたしました。で、まずいつものようにウーバーイーツをオンラインにしたいと思います。ですね、本日日付がですね11月1日月曜日の夜の7時19分となっております。で、この辺りはですね、当然シミはないんですけど、ブーストが 1.6 ついてる状態です。じゃあまずオンラインにしたいと思います。はい、今日はですね、岸和田の稼働動画っていうわけではなくてですね、今11月でまた閑散期、10月11月って閑散期って、ちょっとウーバーイーツ暇な時期になってるんですけれども、この暇な時期にですね、郊外、一応この岸和田ね、郊外になると思うんですけれども、郊外の言ったらそれね、難波とか梅田よりちょっとなり悪いんじゃないかなみたいなイメージのある郊外で、副業ウーバーイーツ配達員が本業終わってから1日3時間週に4日稼働したらいくら稼げるかというのをやってみたいと思います。この岸和田だけじゃなくて、お隣が泉大津になるんですけれども、泉大津はもうウーバーイーツのエリア入ってから1年以上経つんですよ。で、この岸和田からもっと南の方、貝塚、泉佐野、仙南、阪南かな、その辺りとかはまだ今年ウーバーイーツ始まったばっかりなんで、どれぐらい頼む人がいてるのかっていうのも合わせてやりたいかなと思っております。岸和田はですね、エリアオープンの初日に来たんですけど、その日はね、あれなったんやったかな、一軒なったかなっていうぐらいですね、全然ならなかったんですけど、でも言うてね、もうだいぶ日にち経ちますからね、注文もあると思うんですけれども、というのもですね、ウーバーイーツ着々と、エリア拡大していっておりまして、これからウーバーイーツの配達員始めようかなという人が今だいぶ多いと思うんですよね。その現状もエリアになっているところもどんどん増えていってますけど、新しくエリアになったところでね、自分とこエリアに入ったからやってみようかっていう人が結構いると思いますので、やっぱその本業の人も多いですけど、副業の人も多いと思うんですよ。僕も副業でやってますけれども、で、副業でやるときに普通のバイトするのとウーバーイーツって、結局ね、その稼ぎがどうかっていうところになってきますんで、やっぱりね、そのネットのニュースとかでは、ウーバーイーツの報酬が下がってみたいな感じで、あんまり最近は儲からへんみたいな話が出てますんで、実際のところはどうなんかっていうのをね、ちょっと参考になればなと思っております。参考にするのに当たってですね、僕は本業終わってからゆるくのんびりやってる感じで、あんまりね、その効率とか速さとかを重視してるわけでもない、ごくごく普通の配達員だと思ってもらえればいいかなと思います。で、この郊外の方に行けば行くほど現金案件が多くなるっていうのは聞いたことあるんですけど、僕現金はやってなくて現金オフの状態でやっております。で、あれですよね、大体その日のスタートの時点でオンラインにしてすぐなる日と全然ならない日で、今日もうあかんなみたいな日が分かるんですけど、今日もうあかんなみたいな日ですね、なるときはもうほんますぐなりますからね。で、ちょっと話途中でそれちゃいましたけれども、要はその、岸和田から南ですね、今年エリアになったところ、岸和田、貝塚、泉佐野ぐらいですかね、その辺のエリアで稼働してみようと思っております。はい、なってくれましたね。目利きの銀次東岸和田店さんですね。よいしょ。17分534円取っております。今、7時31分なんか10分ぐらいですかね、10分ぐらいでなってくれたんで、まだいいんじゃないでしょうか。で、週4日ですね、やっていくんですけれども、これがですね、僕本業が何時に終わるとか分かんないんで、行ける日に行くって感じなんで、何曜日に行くとはちょっと今分かんないんですけど、とりあえず今日月曜日週始めなんでね、できたら1日おきぐらいのペースで行けたらなと思ってますけれども、で、今日7時から始めましたけど、時間も微妙に前後するかなとは思います。いろいろですね、平日だけやる方とか週末だけやる方もいると思うんで、できたら平日2回週末2回という感じでやりたいなとは思っております。ちなみに僕休みの日はね、1日稼働とか全然やりたいやりたいと思いながら、なんか微妙に用事が入っててやってないんですけれども、だからもうほんまに夜だけですね、やってるのがね。はい、到着です。
ウエツです。6697です。あ、そうです、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品を受け取りまして配達先に向かいます。お届け先がですね貝塚市半田になりますね、貝塚市ですけれども距離的には 1.5 ぐらいですね。まあお店までもそんなに遠くなかったですし、お届け先も 1.5 キロなんでね、それで多分500円台でリクエスト来てたと思うんで、そんなに単価も悪くはなさそうですね。郊外って言ってもね、なんやかんや言うて僕はあの新料金になってから郊外で稼働することの方が多いんですけど、まあまあ単価いいっすよね郊外ってね。はい、続けて鳴ってますね。撮りましょう撮りましょう。はいはい、いい感じで鳴ってくれてますね。牛ハラミ、ちょっとどこかわかんないですけど撮りましょう。637、21分637ですね。はい、とりあえず今のお届け先に向かいたいと思います。バイツです。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお渡ししまして、次になってたのもあのさっきの東岸和田の駅の近くだと思うんで、また、お店の方に向かいたいと思います。で多分ね、ちょっとちゃんと見てなかったですけど、これもお届け先が貝塚になってたような気がします。今またこれ東岸和田の駅ですね、多分この辺りだと思うんですけれども、はい、牛ハラミ亭さん到着です。よいしょ、ウーバーイーツです。あ、はい、はい、あ、はい、A9F7 です。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして配達に向かいます。お届け先がですね貝塚市阿蘇中ですね、 2.3 キロと Google さんは言っております。はい、今ですね商品をお届けしまして、次はなってないんで、まあ今もう貝塚の阿蘇中ですか、そこに来てますので、このまま貝塚方面に走ってみましょうかね。まあ1日3時間の週4回なんでね、あのちょこちょこ配達してるところを撮りながらぼちぼちやっていこうかなと思います。一旦だから動画切りましょうかね、どうせなってないんでね。はい、あれからですね、貝塚にいてたんですけど、すぐにあの泉佐野のすき家さんから呼んでもらって、貝塚からもう泉佐野に行きまして、行きましてというか、まあ今泉佐野にいてるんですけど、でそのすき家さん配達してからだいぶならなかったんですけど、ちょうどあの配達員の方に声かけてもらって、あのこの辺の情報をいろいろ教えてもらってですね、でそっから一軒なってクリスピーチキン&トマトがなったんですかね。だから4軒、今のとこ4軒行って2400いくらかですね。で今時間がですね10時前ぐらいになってきてるんですかね。だからまああと30分ぐらいちょっとやって、もう一軒行きたいかな、3000円までは攻めていきたいなという感じなんですけど、ちょっと間が空いたんでね、あれですけど、そういえばその先なってなかった時に話しかけてくれた配達員さんがあれ着てたんですよね、電熱ベスト。あれめっちゃ良さそうですね。今年の冬は今ね、あのこのグリップヒーターをつけたんで手元はめちゃめちゃあったかいんですけど、これつけたらつけたでですね、体が逆になんか寒いなと思って、あの電熱ベスト欲しいですね。またもうそろそろあれですもんね、さらにもう一段階寒くなってきますもんね。もうこれ今岸和田入ってますけど、ちょっとならんっぽいんで今日は終わりましょうか。結局今日4件で2498円ですね。はい、はい、ということでですね、日にち変わりまして本日11月3日水曜日、今7時ちょうどになりましたんで、もう岸和田入ってるんですけど、まずオンラインに、うわー、写真か、写真めんどくさいなこれ。はい、ということで、オンラインにしたいと思います。よいしょ、はい、で今日もまた、ブーストが 1.6 ですねついております。さあ今日はどうでしょうね。前回月曜日やった時は時給1000円いかないぐらいでしたもんね。3時間、今日もまたね3時間ぐらいやりたいなと思ってるんですけど、3時間で2000いくらでしたもんね。3000いかなかったんで、今日はぜひね、あの3000円はせめて超えたいなと思いますけれども、で今日水曜日なんですけど、あの祝日なんで、まあ、ちょっと期待はしてるんですけどね、どうでしょうね。はい、もうね今貝塚入りましたね。ならないまま貝塚入ってしまいましたね。一旦ちょっと貝塚でブラブラしましょうか。今これはあれですね、南海本線貝塚駅の駅前ですね。
ちょっと出だし悪いですね。なんか今待ってる間にウバチズ見たんですけど、貝塚はちょっとあれですね、岸和田泉佐野に比べると加盟店さんが若干少ないような気がしますね。特にこの今駅前とか、9の26号線のあたり全然ですね。まあ26号線の方にちょこちょこ店があるっていう程度ぐらいですかね。これまた佐野の方行った方がなるかな。まあ一回26号線の方行って泉佐野の方向かいましょうかね。どうしようかな。なんかあれですよね、そのトータルでなるならないはありますけど、ちょっとこう出だし悪いとテンションが下がるというかモチベーションが下がるというかね。30分なれへんかったらもう帰りたくなりますもんね。今時間がですね7時半ですね。もう30分なってないですね。やばいな。もうこれ泉佐野入りましたね。泉佐野に入ったんでちょっとなってほしいな。そういえばここ今泉佐野で、左側行ったら熊取なんですけど、熊取ももうウーバーイーツ入ってるんですかね。まあでも熊取どうやろうな。まああんまりお店はないかもしれないんで、そう熊取忘れてましたね。熊取行ってもいいかな。いやーいいか、泉佐野行こう。わあラーメン食べたいな。大統領ラーメン、わあめっちゃいい匂いする。やばいマジか、並んな。もう今ですね、7時50分8時前になってきましたね。ちょっと1時間無音はやばいっすね。なんかおとついその泉佐野に来た時あった配達員さんに、まあここでいたらなるよっていうとこ教えてもらって、今ちょっとそこで待ってたんですけど、それでもならないです。やっぱりあれですかね、現金オンにせなあかんすかね。現金オンはね、まあもう今日別にお釣りとか持ってきてないから現金オンできないんですけどね。まあちょっとそのなんて言うんですか、今から配達員始める方向けに今動画撮ってますけど、まあこれがあれですよね、まあリアルな感じですよね。なんか結構稼げるような感じの動画も多いですけれども、もう慣れへん時もほんま全然ならへんすもんね。なんかその稼ぐ稼げへんっていうよりかはちょっと暇なんすよね。なんかやることないっていうかね、退屈やな。はい、今もう8時になりましたね。1時間無音が続いておりますけれども、いよいよやばいですねこれはね。ちょっともう逆にこうね、泉佐野の方に申し訳ない、なんかならへんイメージになっちゃいますけど。ちなみにさっき待ってる時に配達員さん一人あったんですけど、その方はすぐ鳴ってたんで、まあ鳴るのは鳴るんだと思うんですよね。羨ましいですね。いやーちょっと言い訳するわけじゃないですけどね、こんなになれへんことはまああんまりないですよ。たまたまなれへんだけで。1時間15分たまにでもあるかな。1時間15分、2時間はまあほぼないかな。1時間半までにはあと15分でどっかで鳴ってほしいな。ちょっとあれですね、どうせ鳴らないんで熊取の方行ってみましょうかね。熊取も何軒かお店あるみたいなんで行ってみたいと思います。はい、今ですね JR 阪和線ですね、 JR 阪和線の熊取駅に到着いたしました。もちろんなっておりません。この外環沿いに多分何軒かお店があるはずなんですけどね、なってくれるといいのですが。あ、マクドとかがあるのか。すき家もあるな。今日ちょっとあれですかね、最初にあった写真の認証がうまいこと言ってないんですかね。うまいこと言ってなかったら怖いな。とりあえずなんか一見なってもらわんと怖いですよね。なんかたまに写真がちゃんと認証されなくてアカウント停止とかになってる人たまにいてるんでね。それかな、もしかして。いや今一応オンラインにはできてるけど、こんなならへんことないと思うんですけどね。今ちょうど1時間半ですね、8時半なんで1時間半無音が続いております。よっしゃ、鳴った。鳴りました、鳴りました、やった。あぶねー、
1時間半でなりましたよ。756円、どこですかね、泉佐野、なんとかバーガー、わかんないけどもう取りますよ。そりゃうまみバーガー、2キロですね、 2.6キロ、いきます行きます。はい、多分ですけどイコラモールの中ですね、ショッピングモールの中っぽいですね。まあ行ってみましょう。よかった、めちゃめちゃ不安になってきてましたよ。写真のあれがほんまにうまいこと言ってなかったんかなと思って、なんとかなってくれましたね。これ一回なったらね、もう続けてどんどんなってくれると嬉しいんですけど、やった、めっちゃ嬉しい。まあでもここもあれですね、初めて行くショッピングモールなんで多分入り口間違えるんでしょうね。なんかあの何階とかだけでも書いといてくれるとすごい嬉しいんですけど、たまにその建物の中の説明書いてくれてる店もありますよね。ああいうのあるとすごい嬉しいんですけどね。とりあえずイコラモールには到着しましたけれども、さあどっから入りましょうかね。こっから入ろうか。ウバイツです。はい、はい、ロさんです。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして、今から配達に向かいたいと思います。お届け先 3.5 キロぐらい先ですかね、高松東というところですね。多分まあ泉佐野の駅の近くかなと思います。でこのうまみバーガーさんは1階でしたね。よかったです、すぐ行けました。あのバイク止めたとこから珍しくそんなに遠くもなかったですね。あ、はい、すいません、お待たせしました。はい、お待たせしました、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお届けしまして、続いてはなってないですね、残念。だから今ね時間が9時ですね、あと1時間ぐらい。今だから2時間で756円、まあその一件の単価はいいですけどならないんでね、また貝塚岸和田方面に向かってみましょうかね。今また貝塚に戻ってきてますけど、よくよく考えたらあれですね、貝塚ピックやってないですね、全然ね。貝塚のお店どっかピック行きたいですね。はい、今ですね貝塚でちょっと泊まって待ってたら、ラーメン男塾さんが鳴ってくれました。ということで向かいましょうか。もうお店はね多分あのカメラでは映ってないと思いますけど、もう見えてるぐらい近いところでいてます。これでだからあれですね、岸和田のお店も行ったし、泉佐野も行ったし、貝塚のお店も、これで行けることになりますね。はい、ラーメン男塾さん到着です。これシャット、おばいつです。C0 いいです。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして配達に向かいます。お届け先は貝塚の海塚ですね、3キロぐらいと出ております。貝塚もう1軒ぐらいなってほしいですね。よっしゃ、なりました、なりました。はい、続けてなっております、いい感じ。よっしゃ、松屋岸和田ですね、岸和田の松屋ですけど取ります。はい、とりあえずこの今のやつを配達しちゃいましょうか。よっしゃ、いい感じ、3元これで。あ、ウバイツです。はい、お待たせしました、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお渡しして、次は岸和田の松屋さんに向かいたいと思います。さっきのラーメン男塾さんのすぐそばなんで、だからまあ3キロぐらいですか、向かいたいと思います。ウバイツです。6D さんです。あ、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りました。お届け先が岸和田市の下松ですね、2キロぐらいということで近いですね、向かいたいと思います。で今時刻が9時40分ぐらいなんですけど、どうなんです、もしかしたらこの辺あれですかね、遅い時間の方がなるんかもしれないですね。まあそんなにあの深夜とかはないと思いますけど、あんまり早い時間も微妙なんかな、どうやろう。あ、でも今日祝日やからですかね。よいしょ、なってくれました、なってくれました、なってくれました。ちょっと待って、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 取る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 、絶対取る。よいしょよいしょ、
754円、はい、貝塚かでも回っております。よいしょ、とりあえずこれ配達しましょうか。はい、今ですね、商品をお渡ししましたので次の、貝塚のココイチですね、向かいたいと思います。3キロですね、まあ、3キロぐらい全然行きますよね。で今時刻が9時44分なんで、まあこれ配達したら終わりなんで、新規のリクエストは止めときます。4件ですよね、だからね今1900円、逆にでもあれですよね、チップついてへんくて3件で1900円いってたら単価はいいっすよね。ウーバイツです。はい、4A6 です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今商品受け取りまして、お届け先が貝塚市の瀬地路ですね、3キロぐらいと出ております。だいたい 2,3 キロぐらいなんですかね、この辺は。あ、ウーバイツです。はい、お待たせしました、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお届けしまして、時刻が10時少し回ったぐらいで、今日はですね結局4件行って2686円ですね。まあ出だしだいぶ悪かったんでね、ちょっと焦りましたけど、なんとか、4件行きまして、なんか意外と1日目よりかは微妙に売り上げ的には良かったっていう感じですかね。まあでもちょっとだけ良かったですけど、まだやっぱ3000円届かないんでね、時給1000円行きたいですよね。ということで、2日目これで終わりまして、あと3日目4日目残すところとなっております。頑張っていきましょう。はい、ということで3日目ですね、今日11月5日の金曜日となっております。でもう起床で入ってるんでオンラインにします。で、またこの辺はブースト 1.6 ですね。さあ1日目2日目がね微妙になりが悪かったんで、さあ3日目4日目がなってくれるでしょうか。ちょっとこの辺でね、挽回しとかないとやばいですね。あ、ちなみに言ったかな、時間がね今日ちょっと遅くて今8時14分ですね。まあだから8時過ぎぐらいなんで、11時過ぎぐらいまで今日はやろうかなと思います、3時間ね。はい、今ですね、時刻が9時30分ちょっと回ったぐらいですかね。あれからですね8時半ぐらいに1回ケンタッキーが鳴りまして、貝塚にお届けして、そこから貝塚のすき家さん1軒行って、それがお届けが岸和田で、でそこからまたしばらくなってない感じですね。だから今まあ2軒行きましたけど、2軒行って1300円ですか。1時間半ぐらいで2軒、少ないですね今日も。今日はねちょっともう岸和田のあたりをブラブラしようかなと思ってますけど、はい、やっとなりましたね、餃子の王将岸和田南店、よかった。626円ですね、20本取ります。よっしゃ、もうお店はすぐ近くですね。まあでもあれですね、いつも結構そのウーバーイーツの仕事は楽しいですよとか、こういいですよっていうことを言いながらやってるんですけれども、これからウーバーイーツ始めようとしてる方があれですね、この動画見たらちょっとやる気なくなっちゃうかもしれないですね。あんまり稼がれへんやんっていう感じですけど、まあねこういう時があるんですよウーバーイーツ。はい、王将岸和田南店到着です。ウーバーイーツです。 FD5 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品を受け取りまして配達に向かいます。お届け先がですね桂木町ですかね、4キロぐらいということです。向かいたいと思います。はい、すいません、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお届けしまして、次はなってないですけど、行き止まりやな、道に迷っておりますね、住宅街。わー、これも行き止まりやな。これ今ちょっとね、そのなんていうんですか、桂木町でしたっけ、結構多分山の方やと思うんですけど、この辺はもう普通にねならないと思いますね。店がないでしょう、多分ないし、もしなったとしたらね多分泉市の方から呼ばれる可能性がありますね、泉中央とかあの辺ね。そっちは今日は予定してないので、まあ、岸和田のお店あるあたりに戻りましょうかね。はい、なってくれましたね。
取りましょう取りましょう。はい、取ります。496円、どこや、ローソン、ローソンですね。はい、取ります。岸和田の駅前のローソンですね、向かいたいと思います。なんかそういえばあれですね、今日ローソンの割引クーポンが届いてましたね。ローソンのっていうわけじゃないですけど、食品雑貨割引のクーポンが届いてましたね。僕まあウーバーイーツ頼むことあるんですけど、ローソン頼んだことないんですよね。でも結構注文はありますよね、ローソンね。夜は特にお酒飲む人とかいいですよね、割引クーポンあってローソン頼めたら。今時間が10時過ぎぐらいですかね、10時過ぎぐらいで今これ4軒目取りに行ってるとこなんで、まあまあ1日目2日目よりかはまあ微妙にマシ、微妙ね、マシっていうぐらいですね。いいわけじゃないですよね。でもね、だから時間1時間に2軒も行けてないぐらいですもんね。1点ちょっとぐらいですもんね。はい、ローソン到着です。B6 です。はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして、お届け先が鴨里町で、3キロぐらいですかね、向かいたいと思います。まあでもこうね、3日間やってなりは悪いですけど、僕その岸和田エリアオープンの時岸和田来たんですけど、まあその時は配達員さんもほぼいなくて、ってなったかなれへんかぐらいやったんですけど、結構やっぱ配達員さんは見かけますね、多いですね。まあもしかしたら出前館かもしれないですけど、まあ配達員さんいてますね。なのでまあ僕がねなってないだけで、皆さんなってるのかもしれないですけどね。はい、なってます、続けてなってます、よかったよかった。ですね、松屋春起店ですね。一応これ取ってで向かいましょうかね。はい、またちょっと一回動画止めますね。はい、今ですね、さっきなった松屋さんも配達完了しまして、また岸和田に戻ってきたんですけど、岸和田に戻ってきたというか、松屋さんがね、お届け先が泉大津やったんですよ。で、泉大津にお届けして今戻ってきて、さっきの松屋さんがですね、注文見逃してたみたいで、行ってからちょっと、おー、なったな。これだけ行こっか。これだけ行こうかな。これだけ行っときましょう。ローソンですね。ローソンなんで650円。これだけ行って終わりましょうかね。新規リクエスト止めときます。今ね10時53分なんですよね。だからこれ行って終わりましょうかね。さっきのローソンですね、岸和田の駅前で。よかった、これ今日ちょっといい感じ。今ね3500円なんですよね、チップ入れて、チップがあったんで。で、そのなんていうんですか、さっきの松屋さんがちょっと時間かかったんですよ、ピックに。なのでその分上がって900円ぐらいになってたんですかね。まあ結構上がってくれてたんで、今日は3000超えてますね。ウバイツです。1-7です。はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品受け取りまして、配達に向かいます。お届け先は荒木町というところですね。ちょっと距離見てなかったですけど、そんなに遠くはないと思います。今日は結局あれですね、そんなに、まあ、6軒で、そうですね、この前みたいにそんな1時間以上無音ということなかったんで、まあまあいいんじゃないでしょうか。うまくいったら4000超えるかもしれないですね。4000円前後ぐらいになるんですかね、多分。後でまた配達終わってから見ますけれども、まあ、ちなみに僕普段はですね3時間とかこう何時間っていうくくりでやってないんですよね。いくらっていう、まあ、大体3000円ぐらい目安にやって、1週間1万5000円から2万円ぐらいを目処にやってる感じなんで、だからもうちょっと長い時間やるときとかもあるんですよね。まあでもね、副業なんであんまり長い時間やりすぎると、次の日本業の方に差し支えがあるんで、あんまり長くはできないですけど。すいません、お待たせして。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品をお届けしまして、本日の結果が6件行って4151円ですね。また次ね日曜日やろうと思いますので、今日はこれで終わりましょう。はい、ということで本日は4日目ですね。4日目、今もうね、岸和田を越えて貝塚に今来ております。貝塚駅の近くですね。で、本日11月7日日曜日の夜の、泊まりましょうかね。まだオンラインにしてないんですよね。ですね、時間が7時31分、ブーストが 1.6 ついております。はい、行きましょう。
で割とね、あの1日目2日目3日目が岸和田何軒かあったんで、貝塚泉佐野メインで今日はやってみようかなと思っております。で、3日やって今のところ時給ギリギリ1000円行くかなっていうぐらいなんで、ちょっとね今日はね、もうちょっとなってほしいですね。時給1000円でもまあいいっちゃいいんですけど、もうちょっと行きたいところですね。はい、1軒目がなってくれましたね。早速いい感じ、いい感じって言ってもまあもうね泉佐野の手前まで来てるんですけど、597円19分ですね。貝塚ですね、取ります。あ、でもお届け先が岸和田になってますけど、まあいいか、取るか。はい、今からお店に向かいたいと思います。お店場所は一切ですね、今泉佐野の、これは何て言うんですかね、泉佐野じゃないですね、王子、貝塚の王子のあたりから、一切の方までちょっと距離わかんないですけど、どれぐらいやろな、2キロぐらいじゃないですかね、多分行ってみたいと思います。でも4日目になるとあれですね、こう今何の動画撮ってるのかちょっと忘れてきましたけど、多分初心者の方向けというか、今からウーバーイーツやろうかなって考えてる方向けの動画だったような気もするので、せっかくね郊外で今稼働してるんで、郊外のメリットデメリット、デメリットあんまないですね、まあ、ならないぐらいじゃないですかね。まあ、ならないのも多分ね、たまたま今週なりが悪いだけで、なるときは全然なると思うんですよね。配達員さんがそんなに多くはないんで、なるのはなると思います。今日今週たまたまなってないだけで。で、あれですね、郊外のメリットっていうと、まあ、僕バイクで配達やってるんですけど、まあ、バイク止めるとこがもうお店とかが各店全部駐車場完備なんで、バイク止めるとこが悩まない。中心部に行くとお店もそうですし、届け先もバイク止めるとこがやっぱ悩みますし、まあ、僕夜だけなんでまだマシですけど、お昼やるのはね中勤のリスクがあるんで怖いですけど、郊外は基本まあお店は止めるとこありますし、お客さんの家のとこもそんなにね、まあまあ止めれないようなところあんまないですね。たまにね細い道のとこありますけど、で無理やり止めても駐勤自体があんまりねそんなに取り締まりやってるわけじゃないんで、駐勤リスクはもう郊外断然低いですね。で、あとはですね、そのお客さんところまでがそんなにロングっていうことじゃないんですけど、お店までがほぼほぼやっぱミディアムロング、近いお店に取りに行くってことがあんまりないんですよね。やっぱり呼ばれるお店が基本遠いとこから呼ばれるんで、件数はねそんなにどっちにしてもこなせないんですよ。件数こなせないんですけど、そのお店まで遠い分、言ったらトータルの距離と時間が長くなるんで、まあまあ単価はいいと思いますよ。まあ600円700円とかそんな感じで、割とウーバーイーツのその他の動画見てもらったら分かると思いますけど、300円って言ってますけど、300円とかもうまず来ないですね。だいたい600円700円、昨日ちょっとお店で待ったりとかしたやつとかもう1000円超えてましたもんね、一軒行っただけで。だから単価はね結構悪くはないんじゃないかなと思いますね、郊外の方が。あとちょっとこれはまあ僕の偏見も混ざってますけど、郊外はバットつきにくいですね。大体僕バットもらったのが、まあ、そんなにもらってないですよ、そんなにもらってないですけど、基本やっぱりこう中心部でやってる時、特にダブルの案件とかでバットもらってるような気がするんで、この郊外とか来てバットもらうことまずないですね。で、お客さんも結構いい感じの人が多いですね。あんまりちょっとおかしい人って言うとね失礼ですけど、ちょっとこいつやばいなみたいなお客さんいないですね。で、あと配達員さんも何人かちょっとお話しさせてもらった人いるんですけども、フレンドリーですね基本ね。中心部行くとね、本当配達員さんも怖い人いるんですよ。喋りかけたらほんま怒られんちゃうかなっていうような、配達員さんもいますけど、この辺はやっぱり配達員さん同士も結構フレンドリーな感じでいいですねと言ってる間にお店に着きましたね。到着です。ウーバーイーツです。17B7 です。あ、ちょっと待ってください。はいはい、はい、ありがとうございます。で、今商品受け取りまして、今から配達に向かいます。お届け先がですね岸和田市ですけど、ちょっと間違えてるかもしれないですけど、極楽寺町というところですね。ほぼ貝塚ですね、岸和田市にはなってますけれども、そんなに距離はないと思います。
あとは郊外のメリットはあれですね、そのなんていうんですか、めちゃめちゃバカでかい道はないです。ある程度国道とかでね、3車線4車線の道はありますけど、なんか御堂筋とかみたいな感じの一通のでかい道がないんで、まあちょっと道間違えたりとかしても、まあなんとかね、すぐ U ターンできるんで、割と気楽な感じで運転できますね。まあただ逆にちょっと狭い道が多いんであれですけどね、こうバイク邪魔やなみたいな感じで思われてそうな感じの時もありますけど、まあそれは気にしなくてもね、いいでしょう。まあデメリットとしては何でしょうね、まあ鳴りが悪い時もあるっていうのと、あれですね、結構今ちょっとこれ山手の方に向かってるんですけど、多分ね、そのあんまり山の端っこの方まで行くと、まあ本気でならへんというか、店がないようなとこまで行かされることがあるんで、それはちょっと辛いかもしれないですね。まあそんなに郊外デメリットないと思うんで、わざわざそのなんていうんですかね、自分が住んでるとこが中心部やったらいいですけど、別に中心部に住んでないのにわざわざ郊外から中心部に行って稼働しなくても、最初はね、慣れるまでは自分の地元でやるのが一番いいですよね、やっぱりね。郊外で住んでたら郊外でやるっていうのが一番いいと思います。道もよく知ってるしね。あ、ウバイツです。すみません、お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品をお届けしまして、次なってないんですけど、一応なってなかったら泉佐野の方に向かおうと思います。はい、なっております、なっております、なっております。ちょっと、あ、ここ行ける、よし、と720円、餃子の王将、あ、ちょうどですね、泉佐野ですね、取ります。餃子の王将国道泉佐野店さんですね。とりあえずまあまあ順調な滑り出しですね。今時刻がね、8時ちょっと回ったぐらいで、今30分経ったぐらい、7時半から始めたから、30分経ったぐらいですか。まあ、郊外の単価で言うと、1時間に2軒行ったら時給1000円は絶対超えるんですよね。絶対って言ったか、1時間1000円超える可能性が高いんで、だから1時間3軒行けたら、全然いい感じなんですけどね。はい、王将さん到着です。ウーバイツです。B7 A です。はい、今商品受け取りました。配達に向かいます。お届け先は泉佐野の駅の近くで4キロぐらいですかね、ここから向かいたいと思います。まあいい感じで泉佐野の方来れたんでね、このまま泉佐野で、なってほしいなって感じなんですけど、鶴原駅、南海本線鶴原駅です。あ、ウーバイツです。はい、すいません、お待たせしました、ありがとうございます。はい、今ですね、お届け前にまた次のやつが鳴りまして、今お届け完了したんですけど、次のお店に向かいたいと思います。次のお店がイコラモールの中のお店ですね。この前、あれ何でしたっけ、うまみバーガーなんか行きましたね。そこと同じところだと思います。もうあれですね、お届け先からすぐ近くでしたね、多分ね。ちょっと距離は見てないですけど、はい、すぐ近くだと思います。このペースで行ってくれると巻き返せますね。やっぱ日曜日なるんかな。結構でも比較的あれですね、僕日曜日の夜はだいたいやってますけど、日曜日の夜はまあ鳴りがいい印象はありますね、個人的には。はい、コラモール到着です。はい、今ですね、時刻が9時40分になっております。結局ですね、さっきのイコラモールの一軒行ってからなってなくてですね、だからまだ今日3軒ですね、4日間通してで計算したら、あともう一軒行ったら時給1000円になるかなっていうぐらいで、ちょっとならなさそうなんで、また貝塚岸和田方面に徐々に向かっていこうかなと思います。って言ったら鳴りましたね。なったなった。泉佐野から離れようと思ったら鳴りましたね。でもちょっと単価低いかも。419円、低い低いけど、あ、そうそうそう、吉野家ね、
取ります。吉野家を狙って待ってたんですよ。待ってたんですけど、動いたら鳴りましたね。ちょっと吉野家通り過ぎちゃってますね。よいしょ。多分400いくらやったから、お届け先も近いと思うんですけどね。ちゃんと見てなかったんですけど、あ、そうです。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届け先が羽倉崎ですね。 2. 何キロかになってましたけれども、向かいたいと思います。まあ多分ですけど、一応これ配達終わったら1万2000円超えると思うんで、まあ3412で12時間で1000円、時給1000円は超えていく感じですね。よかった、とりあえずは一安心ですけど、まあでもあれですよね、時給1000円じゃちょっとあれですね。もうちょっと行きたい。今回はですね、泉佐野の方来ましたけど、今これ空連動走ってますけど、臨空の方行ってなかったですね、そういえばね。まあでもこの時間、遅い時間は臨空の方多分店開いてないでしょうけどね。はい、続いて鳴ってますね。撮りましょうか。で、おー、田尻店、これ泉南市ですね。お届けも泉南市ですね。いやいや、これはちょっと一回、もう消えましたね。まあいいか、しゃあない。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、次鳴ってたんですけど、鳴ったのがお店が田尻町で、お届け先が泉南市やったんで、また泉南とか田尻はね、別で行こうかなと思いますんで、まあ今日は取らなかったんで、今日は今鳴ってないっていうことですね。まあこれで今12,238円。あー、でももう、あー、そうか、もう10時か。今ちょっとね、10時ぐらいなんですけど、7時半から8時半、9時半、10時半だから、もうちょっとできますね。はい、マクドですね、マクド泉佐野が鳴りましたんで撮ります。よいしょ、よかった。はい、ということでマクドナルド泉佐野店鳴りましたんで向かいたいと思います。やっぱ遅い時間の方が鳴るんですかね。鳴り出しましたね、いい感じ。はい、マクドナルド到着ですね。先鳴ったとこからもうすぐ近くでしたね。到着。入り口どこや。ウバイツです。 4B5 です。はい、はい、今ですね、商品受け取りまして、配達に向かいたいと思います。お届け先は泉佐野の駅の近くですね。ちょっと距離は見てないですけれども、まあマクドナルドなんで、2キロ以内だと思いますけど、向かいたいと思います。はい、続いて鳴ってますね。鳴ってますけど、取りますリンクジョイフル。おー、リンク来た。ジョイフルって開いてですね、ずっとね。取ります。はい、とりあえず今の配達を終わらせましょう。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、次のお店に向かいたいと思います。ジョイフルリンクタウン店ですね、向かっております。時間的にどうでしょうね。これお届け先によりますけど、これ1件で終わりか、あともう1件なったら、すぐになったら撮りたいなっていうぐらいの感じですね。なんかジョイフルの注文が、光る考案の冗談抜きでうまいハンバーグが、なんかそんなんあるんですね。光るいろいろやってますね。光るさんいろいろやってますね。ジョイフルはですね、前に泉佐野来た時も来ましたね。結構なるんですかね、ジョイフル。ウバイツです。28です。あ、はいはい。で、結構お店で待ったのは待ったんですけど、この今のジョイフルさんもそうですし、他もね、この4日間でちょいちょい待ってるお店はあったんですけど、僕大体待つときは立って待ってるか、外を出てバイクのとこで待ってるんですけど、なんか座って待っといてくださいってみんな言ってくれますね、この辺のお店の方は。まあたまたまかもしれないですけど、優しいですね。あと、さっき言ってた光る考案のハンバーグ、すごいですね。なんかお店にチラシ貼ってあったんですけど、100万食突破とか書いてましたよ。めちゃめちゃ売れてますよね。この今待ってた分はどうでしょうね。料金上がってくれますかね。上がってくれると嬉しいんですけれども。あ、お待たせしました。ウーバイツです。はい、ありがとうございます。
はい、今ですね商品をお届けしまして、オンライン時間が12時間、3時間が4日で12時間ですね。オンライン時間が12時間超えたんで、これで終了したいと思います。やっぱちょっとこの一件で終わっちゃいましたね。で、感想としましては、まあこれはなかなかね、なり悪い方やと思いますよ。まあ自分的にもね、今週ちょっと結構これはなり悪い部類に入ると思います。普段はねもうちょっといい時もあると思うんですけど、まあこれがね閑散期っていうやつなんでしょうね。で、ちなみに今日はですね、6軒行って4368円でしたね。で、さっき待ったって言ったお店がですね、そうですね、1210円、1000円超えましたね。よかった。だから単価いいっすよね、郊外は。まあもう300円なんか全然飛んでこないですね。一応ね、1000円、時給1000円は超えてくれたんですけど、4日間で、3時間が4日間で、12時間オンライン、乗車が20乗車で、13,987 円。だからまあ1200円はいかないですね。1150円とか、それぐらいですかね、時給でね。だからこの時給1150円ぐらいで、だいぶ悪い。こうだと思ってもらっていいんじゃないですかね。まあちょっとね、参考になったかどうかわからないですけれども、いわゆる閑散期、10月11月の閑散期で、まあ副業でですね、仕事終わってから夜3時間ぐらい、週4ぐらいでやったらどんな感じかっていうのをやってみました。まあ他にもね、いろいろUber Eats関係の動画とか出していきますんで、まあ、Uber Eats の配達員にご興味ある方、 Uber Eats の配達員やってみようかなと思う方は、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。